こんにちは、さっちんです。こんにちは、キャノーラです。今日もマインクラフトやっていきたいと思います。はい。さてさて、ここがどこかわかりますでしょうか、はい、どこでしょう、ドズル社ミュージアムに来てます。イエーイ。いや、すごいすごい量のスティーブね。スティーブ、スティーブしかいないよね。スティーブだらけだね。やっぱスイッチからやるとね。ね、やっぱね、ちょっと重いからね。うん、はい。ちょっと見失っちゃいそうで危ないわ。そうなの。はい、ということでね、今日はドズル社ミュージアム、はい、ミュージアムを回っていこうかなと思います。はい。それじゃあ行きましょう。ましょう。ところでさ、私の見た目はどうなってんの、スティーブ？あ、大丈夫よ。あなたね、クリーパーです。あ、マジか。うん、今日はクリーパーだよ。パッチンの見た目はね、スティーブ。やめてくれよ。可愛い鶏なんだよ、私は。大変よ。ちょっと迷子になるわ、これ。あ、ドズルさん。どこ？本物？いや、大きな、大きな建物があるな。そっちかい。どこにいる？あ、だいぶあのオープニング上にいます。あ、いますか。うん、今なんか撮ってらっしゃるからさ、ちょっとここを撮りたいんだよね、写真に。あ、今のうちよしよしよし、撮った。え、ドズさんどこ？あ、オンリーちゃん。オンリーちゃん、オンリーちゃんがかけてる。後ろ、あれオンリーちゃんじゃない？どこ？噂のオンリーちゃんじゃない？あれいる？うん、これどれ、これオンリーちゃんじゃない？全部消えてるからわかんないや。これオンリーちゃんだよ。ゴーレムスキンと戯れてた。で、で、あのドズさんのドズ、あ、これか、一回でよ、これか。撮った。あたい、じゃあちゃんと写真撮るね、これと。あら、見えねえな。ちょっとなんか見事にみんな荒れすぎて。ちゃんとドズさんと撮ったよ。あら、ウェイ。オンリーちゃんは消えた？なんかね、でも多分みんな追っかけ回してるから、多分追っかけ回した先の先頭にはいると思う。やだ、見事な丸々クリーパーがいるよ。あー、マジか。カズさん、これ絶対カズさんでしょ。めっちゃすごい、めっちゃ嬉しいんだけど。よぼぼぼぼ、すごい囲まれてる。こっちから行きましょう。ここ空いてるよ。これ何？キノコ。キノコ。ビッグドポテト。今日のベイクドで使用されたビッグドポテト。ハチミツブロック。あ、全部ボンさんなのね。ラッキー堀川くん。ドズルさんが愛用していた幸運のついたツルハシ。お、帰宅部トリオの人参戦争の火種となった人参。無念の悲しいのが飾られてる。無念の花。魔法の粉。ラチ用のボードなんて。偽ワカメちゃん。不慮の事故で亡くなった。辰波先生、緑の染料。カズさんにプレゼントしたよもぎちゃんの、よもぎちゃんと交換した染料だって。違う人についていきかけたわ。そう、あたいこっちなんですよ。やっぱチキン、チキンでした。え、あと上、ここもあるよ、見て。いろいろありすぎてさ、ここで写真撮っとこう。あ、ドズさんが欠けちゃった。よいしょ。メミクとさ、ドズさん欠けちゃうんだよな。え、どこにあんの？あ、そういうことね。うん、あ、こっちにもまだあるよ。ほんと？うん。焼き鳥、焼き鳥があるよ。これ何？あ、自動釣り機。あ、これ？うん。ああ。お守りタンポポ。え、何？オラフくんが初めてサバイバルをした時に積んだタンポポ。めっちゃ可愛いじゃん。可愛らしい。あー、これ大原麺がカズさんに献上したトライデント。
ドズルさんの初めての馬。馬。ゴーレム。ゴーレム。何度も犠牲に。猫。ルルちゃん。ワカメ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 ちゃん見えない。ワカメちゃんどこにいるの？ワカメちゃん何？ワカメちゃん。どこ？いないね。ねえ。あ、やられてる？重いからいなくなってるのかな？感圧板。音符ブロック。何度も仮パクしてた。労働者。ひどい。あ、何これ。入れないのか。だね。これ何？あ、出口。出ちゃった。よいしょー。すごいさ、いっぱい、うん、スティーブがいる。そう。全員スティーブなんだけど。私もスティーブね、スティーブ2人ぐらいしかいない。あたい今ね、全員スティーブ。来た、卑怯道。あ、ベッドあるよ。ねんねんしとこ。よいしょ。なにこれ。うわぁ、うわぁ、怖いよ。氷河に飲み込まれてる。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いけたよ。いけた？いけました。これやりましょう。ギリギリサウナ対決。うん。私、ボンさんの方入りたい。やだ、ちょっと、ボンさんは私よ。ボンさんの方入るから。出てきた？え？何も出てこなかった。よいしょ。あ、動かせないね。なんでまだ拾ってんの？入ってるから。どういうことね。ハート3だった。あ、遠い。お、死んじゃった。やばい。こんがりと焼けちゃったよ。ドズルさんの方入ろう。あ、そう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 。あ、抜けれた。普通に抜けれんだけど。あら。いや、こっちの方蜂蜜ブロックかなんか下に敷かれてて出にくくなってる仕様らしいんだけど。出たよ。あちちちち。抜きやすくなってんのかしら。ドズさんの方？あの今だけ。あなんでまた死んでる。ボンさんのとこもう地獄のようなマグマだわ。なんかすごい早いよね、ヘリ。早い。あの抜けらんないもん。粉雪の中なら分身してもバレずに勝てる説。あー、ウーパールーパーいっぱいいる。ね。ねんね。これで？これでこっち？あたいじゃあボンさんの方から行きます。はい。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。行きまーす。チェスト開けられなかったわ。じゃあ行きます。入りました。入りました。入った瞬間さ、わかんないね、これ。そうだね。凍ってる、凍ってる。いやー、どうなってますか、私。これどこに向かえばいいんですか。そうなんです。迷子になって終わっちゃうんです。なんか、あ、ちょっと本当見えないね。なあ、目の前になんかキツネさんみたいなの見えてきた。死にました。あ、私も死にました。私が見えていますか。動いた。動かない。なんか銅像かと思っちゃって近づいちゃったよ。です。何してんの、ダメちゃだ。同じぐらいに一緒に同時に現れてる人です。あ、そういうことね。あ、びっくりした。なんか目の前で立ち止まってんな、ダメで。すごくない、オラフくんだ。すごい、オラフくんの作ったみんな素敵。何これ。これ素敵。なんかメッセージ書いてある。これ素敵。これね、このメッセージ何？見えそうで見えない。見えるかな、どうやって見ればいい。あー、見えないね。見に来てくれ て, て, くれてありがとう。最高、最高なんたら、最高のなんちゃらに、ようなんちゃらかんちゃら、オラフくん、ちょっとわかんないな。見えそうで見えないかったな、そうね。
さあゴリラから見ますか。ゴリラもうまんまこれもゴリラかな。イヤリングイヤリングドズルさんこれはトサカドズル。ちょっと待って、全部これドズルさんドズルさんだな。氷のドズルさんドズルさんだらけ。そうね、ここ全面ドズルさんだね。カチカチドズル、そうね。で、あれだよね、オラフくんの作るドズルさんの特徴あるよね、すごい。耳がついてるっていうそうね。あ、羊さん、もう一回耳。羊さん、羊ドズルさん見て、お耳に、お耳にピアリン、ピアリン、イヤリングしてる。え、ちょっと待って、そうなるとこれもドズルさんだな。アンパンマン、アンパンマンじゃない、スーパーマン、アンパンマンだよね。えアンパンマン、アソパソマソだよね。ちょっとごめん、言葉間違えちゃった。あと上、上かな。なんだ、2階へ行くエレベーターはこちら。ボナリザ、ボナリザは見学会場だって。あ、もう絶対行くわよいしょ、お邪魔します。お邪魔します。わ、ボナリザどこ。おー、もう素敵、すごい。下のパンダみたいなのも素敵。取った。一階へ戻る。上どうやって行くの？え、上あんの？なんかみんな上いるんだよね。本当だ。どうやって行くんだろう。なんか違うルート？ね、一階降りればいいのかな。これ登ってきたやつだわ。あっちじゃない？あ、あれか。これそうじゃない？あ、でもこれ二階だ。あー、階段で、うん、よっこいせー、よっこいせー。もしかしはダメダメだぞ。わーい、日だから許す。わーい、あ、こっちもあんのか。お、ここ見れるのいいね。どこ、あそパソマソの前にいたんだけど私。あー、ちょっとそれも見たい。そもそも見せてみれば。あ、何これ、誰が来た。かき氷、どこにいんですか。え、こっちの建物のとこ。え、オラキャット、この日のためにドズルさんが作成したオラフくんの像。へえ、オラフ小像、この日のためにモンジュールが作成したオラフくん像。オラフくん、この日のために大原麺が作成したオラフくん像。お、いいね。あ、ここから来たらあれなのか。うん、すごい、雪だるまがいっぱいな。さすがだわ。おー、すごいね。すごいっしょこれ。本物の人、見て見て、あの人、見て見て、これ何、双眼鏡。え、動いてんの。ああ、めっちゃ遊んでんじゃん。ドアップの。あ、これ取っとこ。オッケー。めっちゃ速い、めっちゃ速い、めっちゃ歩くの速い。そこでもらえるよ。ドズルさんいっぱいいる。ここ。ドズルさんめっちゃいるじゃん。どこ行った。みんな、なんでどうやってドズルさんの上乗ってんの。あ、乗ってなかった。うん、これはいらない、これはいらない。どこどこ、何、どこにいるか分かんないんですけど。こっち、こっち、もう入り口っす、まだ。ボタンの前にいる人のインベントリーに直接入ります。へえ。あ、来た来た、やっと来た。ドアップだわやばい。しかもなんか耳に刺して見てる感じ、チキンが。本当？だってどっか
からいきますか。落とした今。え？落としてないよ。双眼鏡落としたでしょ。どっから行く？そっちに。え？じゃあそっちから行く？そうするか。音符。音符が。見えないな。よいしょ。右奥のオレンジの矢印からスタートです。うん、めっちゃスティーブいっぱい。ああ。いたいた。スティーブしかいない。キャノーラもスティーブになってる。真正面すごくない？今回はトロッコなしになってます。音を追いかけてダッシュお願いします。ね、真正面すごくない？何？何？真正面の絵。おお。めっちゃすごいじゃん。真正面もすごいし横もすごい左。ね。ドズさんもいるじゃん。言ったよ言ったよ。あ、うっせぇわじゃん。あ、やっと出れた。え、ちょっとおしゃれこの家。どこ行ったの？いつでも作業台使えるわ。とっても素敵な。え、全裸ミュージアム？わかめちゃんのかけらがあるよ。うん、全裸ミュージアムね、ここわかめちゃんのかけらがあるよ。このスライムの最後は獰猛なゴリラに連れ回され、高いところから突き落とされる。かわいそう。髪の毛あるよ。髪の毛。うん、ボンさんの髪の毛もらって帰ろうかな。もらって帰ろう。生命力を感じないくたびれた髪の毛ひどい。特に希少価値がない。エロ本もあるよ。やだ、やばい、取ろうとしてる。無理よ。髪の毛持って帰ったっていいだろ。ダメだ。小顔ローラー。エロ本の写真撮っといたわ。すごい双眼鏡使うじゃん。これか、噂のモンさんのベッドの下にあったエロ本。燃やされてんの。家があるよ。どこ？本当だ。見れんの？あと横からだけどあれがある。ボンダム。どこ？横顔のボンダム。横顔の。あ、でも家入れないんだね。そうなんだよね。なんか書いてるかもしれない。あれなんか書いてる？バーバリアンの小屋。早い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 。神社。あ、桜、うん、桜の木。これはきっと大原麺さんだな。あ、いや違ったら申し訳ねえけどな。もっと大きなやつは見たことあるけど。ああそうね、うん、それのちっちゃい版かな。え、超かわいいのが目の前にあるよ、見て。ミキ、ミキ、ミキ。あ、ミッキー。え、あれミッキーだっけ名前。なんか違う名前だった。これなんだっけ。なんか名前あるんだよ。カズッキーだ。カズッキーかなんかだったはず。猫おじさんまでいるじゃん。乗っかっちゃってるよ。OK。 あとはと一旦通路に出て、え、こっちの奥まで見たの。え、あ、通路、え、奥まで見たの。ストップ、どこどこに行った。卵からチートアイテムが出ない麺。一本堂鍾乳。ちょっと見えない。これで見よう。よいしょよいしょよいしょ。一本堂鍾乳石、毒の雨、オラフリーダー会、どこでもドア、はいさよなら。こう結構近くまで見れるのね。本当だ。毒の雨。毒の雨停止してた。45秒ゾンジュール。なんか魔法みたいなのなってる。キャキャーって。うん。サーバー接続す、あ、切れた。あ、出てった。その場に行ってね。はい。
50万人おめでとう。うわすごい、動いてるでしょ。うわすごい、なにこれ、おったこ、よし、え、なにこれ、この建物もすごい、え、なにあれ、動いてんな、あ、なにここ、こんなの、一人で探索してる感じだったわ。え、ちょっと、え、ちょっと、え、何やもん、お城、お城、すごい。止まんねえなこって。すごい、ろうそくある、それを手がかりに探せというのか。いやすごいじゃん。エンダーチェスト、双眼鏡しか入ってない。おお、双眼鏡いっぱいもらっとこ。やべえ、双眼鏡ばっかり入ってる。みんな捨てた双眼鏡じゃない？あ、そういうこと？じゃない？捨てすぎじゃん。え、の中入ろう。もう見た。ボンさんも見た。何ボンさんって？ボンさんはボンさんの顔見つけた？見つけてないよ。あ、いたー。真上で見られてた。ボンさん見逃してた。やばい。すごいスピード。あ、なにこれ、上行けんの？ドズルさんの格好よ。やべ。決まってんの？この上、あ、そっちか。決まってんな。水上サバイバル。ガンクラ。え、水上サバイバルって言ってたんだから今目の前にいたと思うよ。嘘、上がってきてない。上がってない、今 G 読んでた。あ、よいしょ、スティーブだよね全員やっぱり。うん、実際違うよねこれ。なかなかに多分ね、スティーブで来る人一人もいないと思う。実際みんなの顔になってんのは動画で見たんだけどさ。ボンさんあるよ、ボンさんなあ、すごいすごいやばいんだけど。やだ、こんなボンさんやだ、目飛び出てる、手いっぱいある。スティーブまみれだから、透明の階段上がりましょう。その前に私はボンダムを見るよ。右に立ってる人、あれキャノーラ、それとも知らない人？全く関係ない変な格好してる人。スティーブと一緒に、じゃあピンクのちまちまの服の人。へー、今前にいるの私。今ねいっぱいスティーブが湧いてるわ。で、ドズルさんがいっぱいね。あれなんだ。うわー、スティーブいっぱい。スティーブ顔なんだろうな。多分ね、全部スティーブだわ。うん、見事にスティーブ。スティーブコレクションかなって乗っけないと。見事なスティーブだわ。すごい可愛らしい見た目。この人。どの人？チキンラーメンみたいな格好してる。あら。すごくない？ジャンプした時がすごくない？何？階段でジャンプした時の降りる歩幅がすごい。出た、双眼鏡。双眼鏡。え？髪型よ。髪型。ああ。覗くな。だって読むためには覗かないと。あ、そっち。うん。TNT 使い放題のワールドで。すごい、ここドズさんいっぱい。うん、5日間戦争、今までの思い出の名場面。マイクラ格付けチェック。
教えてるよ誰か。うん、誰だ、格付けチェックボンさんだったわ、なんか消えてんなって、映るか価値なしになっちゃってる人が誰かいんな、すごく黒いモヤモヤが、うん、映す価値なしになってかわいそうに、ボンジュール様、すごいわ、全部スティーブやば、どれ見てもスティーブだよ、またかよ、また追い出された、やだ、私全く追い出されないんだけど、全員スティーブの、うん、全員スティーブのくせに追い出されはしない、不思議な、ね、もうクリスマスツリーとかある、あら、おしゃん、おしゃんだけど全員スティーブ、全員スティーブきっと顔だよね絶対、うん、スティーブで作ってたら面白い本当だよ、絶対もスティーブだったみたいなだったら笑うけどね、うん、来たけど、あーやっと、あの人物系は、人物系ってかあの、うん、歩いてる人たちはあの戻った、入り直したら戻った、え、どこに行ったの、どこまで進んだの、そっか私ほら置いてかれてるから進んでんだな、いつも通り進んでんだなクリスマスツリー、あでもあれアルティモダウンじゃないや、あれうんアルティモダウン、まだ近くに、あやっとクリーパー、やっとクリーパーと合流したわ、どうも、待って今首元にさ刺さってるよ、うん、お互い刺さってるかお前今耳に刺さってるよ、あ目に刺さってる、ほっぺたに刺さってるわでもやっぱスティーブだわみんな、あのあれ、あでも 何名かはスティーブ、うん、少人数ね、うん、あの多分作ってる人たちかな、うん、でもほぼほぼスティーブじゃない、うん、あカエル超かわいいカエルさんかわいいんだけど、カエルかこれ、ガチャピンに見えてたあ私も一瞬ガチャピンがいると思ったけど、カエルさん、ね、ね、カエルさんだ、かわいい展示物じゃないもん本当だよ、あスティーブ、スティーブ胸に刺さってる、あここちゃんと映ってる、あの、うん、あれもスティーブじゃなくなってる、えスティーブだったのここも、うん、全部スティーブだった、一つ残らず、あの頭は全部スティーブだった私のやつ、えこの立ってる人たちはスティーブよね、スティーブよ、そうよね、生首系は顔よね、なんか私さっきは全部本当に生首も全部スティーブだった、マジか、うん、あと見てないとこどこだろう、多分一通り見たと思うけどね、